願いいたします。この度野田内閣の防衛大臣を拝命をいたしました参議院議員の田中直樹でございます。我が国の安全保障そして防衛は重要でございます。諸問題の解決に精一杯頑張ってまいります。 3.11 の大震災のにおきましては自衛隊の皆さん方が献身的な仕事任務をされたところでございまして国民の信頼が大変高まっておるということは心強い次第でございます。自衛隊27万の実動部隊の皆さん方とともに日々国民の財産と生命を守りそしてまた国を守っていくために先頭に立って頑張ってまいりたいと思う次第でございます。民主党が掲げる人を守りそして人を敬いそしてまた人を育てていくこの政治理念を仕事に努力をしてまいりたいと思うところでございますのでご理解をいただきたいと思います。この度の防衛大臣着任にあたりまして野田内閣総理大臣から6点の要請がございました。専守防衛の原則に基づきシビリアンコントロールを確保しながら我が国の平和と安全を確保することそしてまた新防衛大綱及び新中期防衛力整備計画に基づき動的防衛力を構築する関係大臣と連携して新たな安全保障関係にふさわしい形で日米同盟を深化発展させる普天間飛行場の移設と沖縄県における基地負担の軽減については沖縄県民の信頼を回復し政府の考え方への理解を得ることをに全力を固めつつ関連の日米合意及び閣議決定に基づき関係大臣と連携して取り組むことそして世界平和と安定の実現に向け PKO 活動などに積極的に取り組むそして東日本大震災の経験を踏まえつつ国民の生命財産を全力で保護するこの6点でございます。全力を挙げて取り組んでまいりたいと思っておりますので皆さん方のご理解ご支援を心からお願いを申し上げる次第でございます。以上でございますがご質問をいただきたいと思います。はい、大臣朝日新聞の関根です。この春にもですね消費増税に関する法案が閣議決定される予定となっていますけれども大臣としてこの法案にサインする考えはありますでしょうか。はい、我が国の財政事情から言いまして消費税の増税というのは避けられない内容でございます。今回民主党としてこの法案の提出を決めたところでございますが、なんといってもその前提は、景気回復がなされるかどうかというのが、大変重要な状況ではないかと思っておりますから、消費税増税になるまでにですね、全力を挙げて私は景気回復をすると、今こそ我が国の底力を発揮してですね、名目 2% 以上のその成長というものをですね実現をしながら、この消費税問題に入ると、こういうことが大事ではないかと思っておりますので、政府の方針に従いまして、私も一議員として努力をしていきたいと思っております。はい、NHK の栗原と申します。はい、沖縄県の普天間基地の移設問題についてなんですけれども、年末にですね、環境浄化書を提出してはしたんですけれども、まだその、自治体打開に向けた見通しは立っていません。でそもそもそういったですね、移設がですね、実現が難しい中でですね、日米行為そのものを堅持されるお考えがあるかどうかということと、あと、もしあるのであれば、どういうスケジュール感 で、またどういうふうに沖縄県側のですね、理解を得るつもりなのかということをお考えをさせていただけますでしょうか。はい、日米合意を
堅持していくことは大前提でございますけれども、ご存知のとおり、沖縄県民の信頼の回復ということが まず第一であると思っております。そしてまた、関係大臣、特に外務大臣ともよく連携をいたしまして、アメリカの状況もですね、私もさらに理解をしていければと思っておりますし、まあ、ご存知のとおり、新国防、アメリカの新国防戦略が発表をされました。まあ、新たなアジア太平洋の防衛というものの中で、この問題をですね、さらに私自身もアメリカの皆さん方ともですね、話をしていきたい。そして、なんとかですね、この問題につきましては、平成8年から15年間かけまして、今日を迎えておるわけでありますので、その中からですね、なんとか知恵をですね、出して、そして国民的な議論の中から、私はなんとか解決の糸口をですね、今こそ求めたい、作りたいと、そんな熱意で臨みたいと思いますので、沖縄県民の皆さん方に、そしてまた沖縄県の方々にはですね、大変な戦後のですね、負担を求めたところでございますけれども、やはり一議員といたしましても、あるいは全国民の皆さん方にも、いろいろとご意見を伺いながら、この問題をですね、解決をしていくということが今求められていると思いますし、私も微力ながら力いっぱい取り組んでいきたいと思っているところでございます。はい、すみません、共同通信の大塚と申します。はい、引き続き普天間問題なんですけれども、沖縄県の中山知事が今日ですね、大臣についてお名前しか存じ上げないということをおっしゃっていましたが、はい、大臣ご自身でですね、これまでの沖縄との関係の深さというのはどのようにご認識なさっているでしょうか。まあ、通常国会は間もなく20日始まりますけれども、はい、沖縄とのですね、関係構築のための沖縄本招集前に訪問したりとか、このようなお考えはありますでしょうか。私は2年前に外交防衛委員長を参議院で務めました。その時に私も問題を意識を持ちまして、普天間飛行場にですね、視察に委員の皆さん方と参った次第でございます。もう世界一、この普天間基地がですね、危険な基地であると、飛行場であるということは、私は肌で感じましたし、これからの中にありましては、普天間の固定化ということは避けるべきであるという信念のもとにですね、私はこの問題に取り組んできておるところでございます。また北方および沖縄問題に関する特別委員会が先般ございました。中山知事もですね、わざわざ参議院にお出かけをいただきまして、私も委員の一人として沖縄の振興についての熱い思いをですね、私も委員の一人として受け止めていたところでございまして、まあ、確かに知事とは個人的なお付き合いというのはですね、少ないわけでありますけれども、私は知事がですね、今までご主張されておるその姿勢というものは高く評価をいたしておるところでありますし、県民を代表してですね、立派なご意見で、そしてまたこれからの将来をですね、なんとかここで乗り越えようと、作っていこうと、こういう思いを私は、私自身は感じておるところでございます。よろしいですか。じゃあもう一方でお願いいたします。朝日新聞の小林と申します。よろしくお願いいたします。デマに関して追加なんですが、はい、大臣は先ほどですね、米国ともこれから話し合っていきたいという発言されているんですが、どのような具体的にですね、米国のその普天間、またグアム県に関して、どのような働きかけをしていくお考えでしょうか。また訪米について、考えはありますでしょうか。まあ、当然、妙案だとかですね、そういうものは今すぐにはですね、発表できるわけではございませんし、しかし、この世界の平和を考えた場合に、あるいはこのアジア太平洋の地域の今後のアメリカの取り組み方ということを考えた場合にはですね、我が国が最大限ですね、この防衛問題についてできることはできることで言いますけれども、なかなか難しいということはですね、また
お話を申し上げなければいけないこともあるんだと思います。15年間の間にいろいろ関係者の皆さん方が知恵を出されたわけでありますから、そういう知恵をですね、またこの分析をしながらですね、具体的にお話ができるようなものがあればですね、お話をしていく機会が持てればと思うところでございます。それでは以上をもちまして田中防衛大臣の会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。